5月25日9時半です。黒部第4ダウンに来ています。正面に見えるのが立山で、これからこのダムを渡って、ケーブルカーで室戸へと向かいます。5月25日10時52分室戸に来ました。正面に見えているのが立山、その左のコルが一の腰ですね。そこにある小屋に向かってこれから説明を歩きます。この稜線を登って小山の山頂を経て、別山を越えて目的地の室戸から約50分で一の腰です。雪が若干腐ってますけれども、非常に、シャドウも緩く歩きやすいですね。今黒部川を撮ってます。小山の山頂まではあと 300m、 1時間はかかんないでしょう。1時間50分で山頂に到着です。風が若干吹いてますけれども、穏やかな日和ですね。素晴らしい景色です。見てください。遥か彼方に槍ヶ岳が見えてますね。正面が爺ヶ岳、黒部湖も少し見えてますね。それから向こうに見えてるのが鹿島槍だと思うんですけども、線自体に剣御前に向かいます。しかし素晴らしい天気ですね。見てください、この雲海を。小山の山頂は神社の祠が一つ立ってる状態ですね。素晴らしい。標高3015メーター、標高3015メーター、これが立山の頂上だと思いますけどね。本当の遠くに剣が見えてます。これからこの雪稜をしばらく歩いていきます。しかし素晴らしい天気ですね。見てください、この素晴らしい雪稜。ああ気持ちいい。別山の山頂に来ました。トラバースルートは雪崩の危険があるので使えません。足元は2850の山の上にいます。今随分登ってきたよな。剣御前小屋がすぐそこに見えてます。もうちょいです、あと一息。ああしんどい。今歩いてきた立山からの道です。しんどいよな。明日はあの山を目指します。